アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、ちょっとサプライズで、なんと私さっきお祝いしてもらったんですよ。でね、こんな T シャツまで着ているわけなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、その時のね様子を見てみてください。こちらです。ですが、それでいただいたケーキですね、こちらです。結構重いです。全面にね、このシャネルテイストが散りばめられているというケーキで、むっちゃくちゃ豪華です。なんかこんなの作れるんだと思って、人間驚きすぎるとね、あまり反応ができないというか、もう本当のサプライズだったので、今はもうただただ驚いていますという感じだったんですけども、今日はみさとちゃんに特別ゲストとして出てもらおうと思います。みさとちゃんです。こんにちは。おめでとうございます。ありがとうございます。あの T シャツアイカって書いた T シャツを着てくれています。ありがとうございます。本当にサプライズだったんで、めちゃくちゃびっくりなんですけど。じゃあ早速ね、まあ、このケーキ食べていきたいと思うんですが、花火です。撮影部屋で初花火なんですけど、これちょっと全体が映んないけど、こんな感じで、ですごいバービーのキャンドル、かわいい。じゃあこれもせっかくなので、ちょっと待って、これマイクのモケモケが燃えるよね。じゃあこんな感じですね。こっちから、あそこ使い慣れてない。いきます。はい、なんかシューって言ってる。シューって言ってる。あの、やっちゃってください。怖い怖い怖い。あれ、ライター難しい。つかない。熱い、指がめっちゃ熱い。ちょっと待って、指熱い。あ、震える震える。あ、来た来た来た。花火。あ、映って、ちょっと花火です。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか花火だから吹き消すのあれでもなく、すごい、めっちゃ燃えてる。こんな感じ、花火とキャンドルで祝ってます。ちなみにこれはちょっとジョーマロを意識したらしい。これはあのエンディングですね、いつもの。はい、燃えてます、花火。しかも結構長い。なんかハッピーバースデーとか歌う人だったら、これ1本で余裕でいけると思う。こうつけて入場して歌ってもいけるくらいの時間が持つタイプの花火でした。このキャンドルだけ吹き消そうかな。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいけど、あんまりサプライズすぎて、なんか夢の中みたいな、ぼーっとしてて、なんかこの喜び具合がなんかこううわーみたいに意外とならないというか、多分後で編集とかしてたら、すごいこう喜びが込み上げてくるのかなっていう感じ。で
ありがとうございます。じゃあこれもうせっかくなので食べたいと思いますね。溶けてもいけないし、じゃあちょっとバービーちゃんに退場してもらって、まさかここでケーキ食べると思わなかったのでスプーンしかないんですけどガツッといきたいと思います。じゃあいただきます。いいですか、せーの。おお、あ、すごい、いちごがしっかり入ってる。めちゃくちゃ美味しい。食べよう。美味しい。美味しい。なんか周りは結構固め、ちょっと手で取るけどこんな感じ。チョコレート、ホワイトチョコ、みさとちゃんもあの好きなとこからグリッといっちゃってください。いただきます。あ、美味しい。このケーキやっぱデコレーション用のこのケーキだからかな、少々のことじゃ崩れないくらいこのコーティングがすっごいしっかりしてる。いただきます。このタイミングで言うのもあれだけど、みさとちゃんあんまり甘いもの好きじゃない。お菓子食べないんですよこの人。どうですか。美味しいです。チョコそんなに甘くないですね。確かにそうかも。なんかこういう系のホワイトチョコとかすっごい甘いイメージあるけど、うん、甘さ控えめ、うん、はい、うん、美味しい。食べやすい。そう、この周りのパールの色が、最初ブルーベリーかと思ったら、あのシャネルのなんていうのかな、パールをイメージしてるのかな。おいしい。私このブラシ、シャネルブラシね、これいただきたいと思います。うん、すっごいなんかバターの風味がなんかしっかりしてるクッキーですね。おいしい。いちごもらっていいかな。おいしいです。本当ありがとうございます。こうやってあの事務所のみんなにもお祝いしてもらって、改めて愛が37歳もね、頑張りたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。みさとちゃんのねチャンネルもぜひ登録してみてください。お願いします。というわけで今回はサプライズでお誕生日のお祝いをしてもらったよという動画でした。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。みさとでした。あ、ごめん、なんでいつもラストコメントだろう。おめでとうございました。ありがとうございます。